こんにちは、お肉です。今回はもうタワーレコードからじゃん届けました。多分イッチのノットシャイだと思うので早速開封していきたいと思います。やっと開封できるって感じで、すごい。私本当に CD とかをそこまでね買ったことがサイン会以外とかであんまりなくって、すごいんだけど。じゃん、3つもまずポスターがついてますね。うわ、これ見ていきましょう。私全部ね買ったんですよ。1,2,3 なんだっけ、 ABC 全部買いました。まず1個目、うわーすごい、ノットシャイ最高なんだけど。これ緑文字の、やばーかっこいい。はい、これが1個目で、これ全部柄違うのかな。違う、待って、うわめっちゃすごいんだけど。やばい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 、めっちゃテンション上がる。これあの砂漠の時だ。うわー、これはイエジちゃんが真ん中なんだ。やばい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 。え、これどこに飾ろう。あんまり飾ったことがないんですよ、ポスター。で、これ縦、うわーすごい、いやーやばすぎる。待って、めっちゃテンション上がるわ。めっちゃ可愛いじゃん。うわー、飾るならこれかな、縦かな。うわ、この緑も良かったけど、やっぱこれかな。私はこれ飾りたいかな。これちょっとなんかおしゃれすぎる。いいな、めっちゃ最高。で、次が CD ですね。韓国の CD って結構分厚いものもあったりするんですけど、これはそこまで分厚くない気がする。まず、トレカとかもね、誰が出るかすごい楽しみですね。じゃん、ユナちゃんがついてますよ。やばー、これは嬉しい。あと、これがタトゥーシールだ。これ誰のタトゥーシールなんだろう。ちょっと待って、調べますね。はい、私はチェリョンちゃんのタトゥーシールが出ました。めちゃくちゃ可愛い。これ私普通につけれるわ。全然このイッチってやつも全然可愛いから、こういうのはライブとかでつけた方がいいと思うんですけど、他のは普段使いにぴったりになってます。可愛い、チェリョンちゃんバージョンが出ました。すごい。そして、うわ、めっちゃすごい、ウォンテッド、はがきみたいな硬さの、すごいわ。で、後ろがこんな感じになってます。やっぱ韓国の CG ってすごいよね。ゆなちゃんのトレカこんな感じ。もう可愛い。ちょっとこれはこっち置いとこう。なくさないように。そして、じゃん、チェリョンちゃんのトレカが見える。ちょっと待って、早く出そう。そして、このタトゥーシールは、なんと、ここに書いてあります。リア涙なんだけど、推しが当たった。推しのタトゥーシールが当たりましたよ。嬉しい。リアちゃんの、タトゥーシール、これ絶対つけよう。タトゥーシールって意外にね、女の子はね、つけたいんですよ。私つけたことあんまないんですけど、つけてみたかったから嬉しいな。で、こっちもね、同じカードがついてました。で、これにはチェリョンちゃんのカードがついてたんですけど、3つ目は、リアちゃん推しなんだけど、やばいやばい、推しばっかりやん。でも推しじゃなくても嬉しいよ。嬉しいけど、やっぱ推し引きたいじゃん。リアちゃんのポストカード。そして3枚目のタトゥーシールは、バン、欲しいユジちゃんの、ユジちゃんが書いたタトゥーシール出ました。最強すぎる、やばい。ちょっとタトゥーシール早くつけよう。この3つともね、めっちゃ大事にします。嬉しいんだけど、やばい、これは感動ものだわ。ちょっとこっち置いとこう。そしてこれも一緒かな、このカードは一緒ですね。そしてまず ABC 順に見ていきたいね。まず A バージョンがこちらになります。この黄色いのですね。こちらを開けてみたいと思います。結構薄めで、なんかどんな感じなんだろうって感じなんですけど、なんか一冊の本みたいになってて楽しいんですよね。これもトレカ入ってるよね。ちょっと待って、トレカはまだ見たくない。ちょっとトレカはまだ見ないことにします。よし、見ない、見てない、いきます。トレカ、まずトレカ、やばい、ちょっと待って、せーの、リアちゃん出た、やばい、すごいんだけど。リアちゃんもう2つ目、しかも違うパターン、最強すぎる。待って、で次がバン、すごいすごい、推し運すごくない。待って、ゆじちゃんもに、ゆじちゃん嬉しすぎる。そして中はちょっと、これは買った方のみかなって思うんで、ちょっとあれなんですけど、中もまあざっくり言うとこんな感じになっております。もしや、あ、すごい、これ可愛いな、こんな感じで。なんだこれは、ブックっぽい感じですね、になってます。そして B タイプ、こちら見ていこうと思います。まずトレカからいきますね。あ、いっぱい入って、待って、いっぱい入ってきた。じゃあ2枚同時に出します。せーの、か
初引きなんだけど今日。よかった、リジンちゃん出ないかと思った。出ました、これで全員。そしてユナちゃん、これ N って書いてあるんだ指輪に。初めて知りました、こんな感じのトレカです。これはねテンション上げてくるよね、そりゃ。でこれもさっきと同じ感じでこうやって横長になってるんですけど、これはテンション上がるわ。あーもうこれ後でじっくり読みますね。そして最後はこの C タイプの赤いやつを見ていこうと思います。トレカをね見ずに取り出すのが難しいってことが分かった。せーの、ボン。あ、裏向いてる。ボン。二人のだ、ユナちゃんとリアちゃんとリュジンちゃんのトレカが出ました。最高、やばい、めっちゃ可愛いんだけど。ポニーテール姉妹やん。これもねちょっとポニーテール姉妹みたいな感じで、もうやばい。でもチェロンちゃん1枚しか出なかったのはちょっと寂しいんですけど、並べてみると3枚ついてるのがリアちゃん、ユナちゃん、チェリョンちゃんの3人でした。もうこれね可愛すぎて癒されるわ、ほんとこの3人と、あとタトゥーシールがリアちゃんとチェリョンちゃんとユジちゃん。早くつけたい、楽しみですね。そしてトレカがね、ユナちゃんが2枚とリアちゃんが1枚とリアちゃん、リュジンちゃんとリュジンちゃんとユジちゃんが出ました。嬉しい。いやもう今回は神引きなんじゃないでしょうか。もう5人しかいないから誰引いても言うて神だから、私絶対神引きってこれから永遠に言い続けると思うんですけど、でもねそこまで被りもなかったし、やっぱ被りがねたくさんあるよりは被らない方が、そこだけはねお願いしたいんですよ。メンバー自体は正直誰でもいいんですけど、被んないのが嬉しいので、今回ねそんな被ってないので全然そこは嬉しかったなっていうふうに思います。一致全員が出たっていうのがすごく嬉しかったですね。やっぱこんだけあったら全員出るんだろって思うかもしれないんですけど、やっぱ被ることが結構あるので、ここでね全員違うのがねでちゃんと出たっていうのがすごく嬉しかったです。でいつかねタトゥーシールなんかもつけて撮影にいつか臨む可能性もあります。はい、もうこんな感じで本当はねサイン会とかに行けたらよかったなっていう風に思ってるんですけど、ちょっと厳しくはあるんですけど、もう本当イッチ大好きなので、これからもうどん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 応援していきたいと思います。そして私は JYP のアイドル自体も本当にすごく好きなので、もう全部応援していきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、やっぱりこれ嬉しいな、こういうポスターが、なんかしかも生地が結構いいんですよね。意外になんかしっかりしてる素材ですごくいいですね。これも可愛い、これこそノットしたいって感じだけど、でもやっぱこれが好きだな。なんか衣装的にこれが好きなんですよね。みんななんか可愛い、この衣装すごく可愛くて、絶対これ飾りたい。これ本当私の部屋が大きくないからあれなんですけど、飾りたいな、もう超可愛いじゃん。で縦もいいな、縦はやっぱ飾りやすくはあるかな。かっこいい、もうイッチ本当に好き、もう本当に女の子が憧れる女の子って感じですね。特に男の人も好きだと思うんですけど、やっぱ私からしてももう憧れって感じの女の子たちばっかなので、イッチみたいになりたいななんて思いながら私ダイエットします。これ永遠に言ってますね。もう多分来年も言い続けると思います。